阪神高橋遥人投手を陰で支えた人々がいた。親交の深いチームメイトの秋山拓実投手が秘話を明かした。月1回の頻度で行われる定例パーティーが高橋の復帰を後押しした。昨年のシーズン中から高橋、小川、佐藤蓮が年長者である秋山の自宅で食事をするのが恒例行事。午後7時から始まる宴会ではシンプルに盛り上がるのを楽しんでいる。野球の話はほとんどなく、テレビゲーム機でも盛り上がる。食事会で分担される茶碗の役割は、秋山の妻が振る舞う手料理の写真を撮り、全員のお酒を作って提供する係。ハルトのハイボールは濃い、高確率で苦情も受けながらバーテンダーの役割をこなしているという。秋山は、初めてキャッチボールをした時の衝撃度に比べたら、まだ半分くらいの状態だと思うけど頑張ってほしいな。そう言って、ハルト復帰おめでとう会の日程を試案した。このメンバーの名前を見ただけでジーンとくるわ。最近はずっと2軍だから、後輩のコーチみたいなこともしてるんだろうと思ってたけど、こんなことまでやってたとはびっくり。外で盛り上がるのではなく自宅に招いてってところがいい。必ずしも技術やメンタルを教えるだけが先輩じゃないからな。厳しい世界にいつもいるんやから、野球の話題が一切ない時間を作るのも大切よな。次はサトレン、その後に一平ちゃんも期待してる。もっと言えばワイワイ投票にも期待してるんよ。もしかすると今年で引退になるかもやが、間違いなく功労者。そのまま二軍投手コーチに就任して指導してほしい。もちろん一軍に返り咲いては欲しいけど、こんなにファームの精神的な支えになってたのか。ハルトのハイボールは恋は笑う。秋山は本職ではなかなか努力が報われてないけど、団体競技は縁の下の力持ちみたいな存在も絶対必要やからね。秋山もう一花咲かせてくれ。こんなこと言うと笑われるかもしれんが、まだ野手転向の可能性は残ってると思ってる。